大見鉄道も、ハ51系電車は、大見鉄道が1941年に、電動貨車の改造名義で、申請した電車である。1978年に、長子電気鉄道へ譲渡され、同社でハ700系電車として運用された。本校では、はハ51系の種車となった、電動貨車でいうは101系電車について記述すると、ともに、 長子電気鉄道へ譲渡された後の動向についても、衝述する。模波 51K の種車となった、電動貨車デうア 101K101.10 には、大見鉄道の全線電化に際して1928年3月20日付認可で、川崎造船所において申請された、全長 14,630.4mm の木造車体を備える、荷物、 郵便号造工作りの荷物電車である。郵便室部分には、最大で郵便袋77個を、積載可能なスペースを有し、区分棚や、応印台を備える、本格的な郵便輸送設備を持った車両であった。主要機器は、デュアー101型と同時に導入された、旅客用車両で、配置系電車と同様、当時の大見鉄道の親会社であった。 宇治川電気電鉄部より譲り受けたとされる、機器類を搭載、台車のみを申請して竣工した。デュア101型は、本来の用途である荷物、郵便輸送のほか、電気機関車代用として、貨物列車牽引にも充当されたが、輸送力増強のため同形式を種車として、旅客用車両を増備することとなり、1941年5月13日付認可で、 模波 51K51.52 の2両が、日本鉄道自動車工業において申請された。主要機器は、種車より流用したものの、車体は大枠から申請され、比較的浅い屋根と上下寸法の大きな窓を備える、軽快な反抗性車体を採用、客用扉には、都平装置を装備した。反抗性車体、都平装置とも大見鉄道における初採用例であり、 モハ51型は、当時の大見鉄道に在籍する、車両中最も近代的な設備を備える車両となった。戦後に施行された、隠し改造を経て、1978年にモハ 51.52E とも、銚子電気鉄道へ譲渡され、同社では 700K701.702 となった、本形式は、2010年まで、現役の車両として運用された、 全長1万5 3 6 5ト、mm、ルの半高性車体を備える。前後つま面に運転台を有する両運転台構造を採用。つま面形状は緩い円弧を描く平つま型で3枚の前面窓の内中央部の窓幅を狭めた非貫通構造の3枚窓設計である。運転台部分には乗務員扉を備え、側面には 片階式の客用扉を片側2箇所設置。側窓は上下寸法を大きく取った2段窓。側面窓配置は d 2 d 7 d 2 d である。前述の通り、客用扉は都平装置を備える自動扉を大見鉄道において初めて採用し、車内はロングシート仕様であった。車体塗装については、竣工当初のマルーニ一色から、 戦後親会社である西武鉄道からの上渡車両導入に伴って西武鉄道における標準塗装を踏襲したマルーンとイエローの二色塗りに変更されさらに後年西武鉄道における標準塗装がローズレッドとトニーベージュの二色塗りいわゆる赤電塗装に変更されたことに伴って本形式を含む大見鉄道の全保有車両についても車体塗装を ローズレッドとトニーベージュの2色塗りに改めた。主要機器については本形式の種車である。デユは101系当時と変化はなく、従ってデハ1型とも同一性能であった。主制御機は電空化無軸式の自動加速制御装置 PC、PC-101C2 を、主電動機は直流直巻電動機 SE-119C をそれぞれ搭載する。 いずれもゼネラルエレクトリック車製もしくは GE 社の国内ライセンス生産による芝浦製作所製の製品で前述の通り宇治川電気電鉄部より購入した機器とされる。制動装置は M3 動弁を採用するアム自動空気ブレーキを常用し手ブレーキを併設する。台車はデュワー 101K の製造に際して申請した。 住友成功所製の中高組立型釣り合い、両式台車 KS33 リットルを装着する。同台車は、弓型の釣り合い針を、外観上の特徴とし、固定軸間距離は1981ミ、mm、リメートル、車輪系は864ミ、mm、リメートルである。導入以来、主に、大海鉄道が非電化。 上機動力当時から保有する木造客車を牽引して2から3両編成で運用されたが戦後の西武鉄道からの上渡車両導入に伴って制御電動車及び制御車の組み合わせによる編成形態が状態化し両運転台構造である必要性が薄れたことから1961年3月31日付認可によりもは51.52ともに 型運転台化改造が実施された。改造に際しては、非パンタグラフ側つま面の運転台を撤去して、貫通路を設置したほか、パンタグラフ側のつまめんを模波131、軽電車など、大見系の流儀にのっとって、湘南型類似のエッジゴム固定指示方式による2枚、窓構造に改造した。撤去された。 運転台側の乗務員扉は埋め込み撤去され、撤去後には乗務員扉幅に合わせた強幅の側窓を新設、側面窓配置は D2D7D3 と変化した。型運転台化改造後の本形式はクハ1207型、区ハ1212型など制御者格形式と編成され、後年車内照明の傾向等化。 車内放送装置及び扇風機新設など改造を受けつつ運用されたが、500系電車の増備によって1978年1月に廃車となり、模波51.52とも、銚子電気鉄道へ譲渡された。旧塗装当時のデハ701銚子電気鉄道では、老朽化した、デハ201とハフ1系二軸客車の淘汰目的で、 1978年1月24日付で、モハ51.52を譲り受け、デハ700型として導入した。導入に際しては、西部所沢車両工場において、各種改造が実施され、同年3月にデハ701が、同年8月にデハ702がそれぞれ竣工した。両とも9連結面側のつま面に運転台を設置して、 再び両運転台構造となったが、外側向きつま面に相当する増設運転台側は、窓枠を H5 の固定指示とした三枚窓、非貫通構造とされ、大見鉄道におけるつま面改造、変運転台改善とは逆に、つま面中央部の窓が広幅となった。営業運転開始後は、長子電気鉄道における主力車両となり、 デハ線0系入線までは唯一総括制御が可能な形式であったことからラッシュ時の2両編成にも充当された。デハ線0系導入後に実施された1994年12月のワンマン運転方式導入に伴いデハ701はワンマン運転対応化改造が実施された一方デハ702は改造対象から外れたためデハ701は 単行運用にも用いられたが、デハ700には、多客時の増結用車両となり、以降運用頻度が低下した。デハ701は1994年に、テレビ番組、おまかせ。山田紹介の企画で図書区が、黄色一式にイラストを配したものに変更されていたが、翌1995年6月24日に、笠上黒葉駅付近で発生した、衝突事故によって、 車体を破損、復旧に際して微灯が引き掛け式から埋め込み式に変更されたほか、車体塗装が原型に戻された。デハ701はこの事故の影響で大枠に歪みが生じたものの、廃車となることなく継続して運用された。またデハ702は2007年11月の全般検査に際して、車体塗色が1960年代の銚子電気鉄道における、 標準塗装であった水色と空色の2色塗りに変更された。デハ700型は、デハ 800K801 とともに、国土交通省関東運輸局による、是正勧告の対象車両となり、2 0 0 0系の導入に際して、廃車とする方針が決定した。デハ702については2009年8月24日から、同月28日までの間。 モバイルオークション、au1 モバオクに出品され、売却先を募集した。後にデハ701.70にともに、一般運用からは離脱し、団体貸切りもしくは、臨時列車運用に先従した後、デハ702は2010年1月23日に、さよなら運転を実施して、営業運転を終えた。また、同年3月下旬に行われる予定であった。 デハ701のさよなら運転は、初犯の事情により、約半年遅れの同年9月23日に、実際され、営業運転を終了した。両社とも温宿町の養鶏業者、村井市養鶏場に売却され、いすみ市の鉄道保存施設、ポッポの丘に保存された。大見鉄道でいうは101軽電車に関するカテゴリー、長子電気鉄道出ハ700軽電車に関するカテゴリー、 ありがとうございます。